ああ、ちょっと、うん、ああもうフライパン持っていくけ。フライパン、これおおこれでいいのよ。先ほどのパンを取るよ。どこに食べるそこ、うん、フライパンを取るよ。パンってどうなんですかね。ちょっといい感じや。下こう出るでしょ、うん、ちょっと焼きすぎぐらい、うん、からからないやっていうからからないや。熱いです、うん、これめっちゃうまい。ちょっと押さえてる、うん、あ、柔らかい。だいぶうまなって、ね、これ最初の頃カンカンやろ。最初の頃カンカンかバッサバサバサバサ加減が終わってきて、これうまそうやな。うまい。そら分かれたわけど出来合いよ全然違う。うまい。そら細かいな。どこ行けばいいんで。ちょっとだけちょうだい、ちょっとだけちょうだい。あ、包丁取ってくる。ちょっとさっき俺だけ入れた。お前うまいんか自分で。いや、味の2もないで。俺、人に俺のできたパン壊したことない。マジでこれより、うまい、うまい。相当うまいだよ。うん、俺はうまい。相当うまいちゅうことやろ。まないとな。いや、包丁だけで、これ、そう、そう、包丁だけで、そう、よく切れるよ。この間取り出とこやし、これ晩飯。明日の晩飯か晩飯か。明日の、まあ、今日のバーフィーかもしれない。包丁やな、うん、そんなにうまいんだね。色はうまそうに見えけどな、うん、ちょっと硬い昔パンみたいなやつやな。杉本ベーカリー、ほんま、ベーカリー杉森。いや、ま、前のやつ食べたけど、俺、ちょっと、まあ、おう、ちょっとだけ見えた。塾で俺食ってた、塾で。おう、何やそれ、言われた。うん、それ言われた。え、何やそれ言われた。で、言うた、自分で作ってみて、うん、ちょっとなんか、レーズンかなんか入れてくれたったら食べるわ。言うとった、うん、ちょっとマジで引き出しますクラッカー、フランスパンみたいやろ、うん、何にも味ついてんの。ノーコメント。まあ、こういうパンや言われたらこういうパンやね。自家製パン、昔のパンや。まあ、昔のパンや。中世紀頃のそれとも古代の中期な。中世紀ここら辺のパンも。あ、これあげます。あの、ハイジに出てきそうなパン。そうや。黒パン。おばあさんの黒パン。うん、白パンは高いの。白パンはあの、あれや。上等や。クラーっていうやつ。
そうそう、あの柔らかいパンにで、知らん、このパンあんねや、言うて。クララ。クララのバカって怒るよ。金持ちは知らん。クララ。あれはな、いつぐらいの話やん。え、アルプスのそれで廃止？うん。近代じゃないやろ。近代じゃないやろな。そんな昔の話じゃないよな。そうだな。ロッテンマイヤー昭和初期とかそれぐらいか。え、そうやったわ。あの車。車って走ってたかな。第一。あ、馬車やわ。マジやな。マジやな。車あったんじゃん。車あったから。車あってもしょ。車は。車椅子があったぐらい。乗っとったよ、車椅子。車椅子あるいうことは、だいぶ近いんだよね、あれ。昭和初期ぐらいだ。昭和初期にせず車椅子でなかったのみたいな。いつぐらいに車椅子出るか知らんけど、明治とかあの辺ぐらい。フランダースの犬はだいぶ古いな話。フランダースの犬だったら、俺は馬車やったの。完璧に車でなかったよ。内容覚えてる。俺は母を訪ねて3000人。あれは車あったやん。馬車やった。あれ馬車や。馬車でアルゼンチンまで行く話やった。ああ。フランダースの犬は俺母を訪ねては好きやったわ。あ、何やったの。何ですよな。なんかこっち行ったらもうお母さんええへんし。あ、見るよ。で、またこっち行ってもまたもうお母さんええへんし。もうね、あっち行ってこっち行っても噂聞くんやけどええへんねん、あちこって。サーカス団と一緒に行くんやけど。で、ちょっと新しいとこで、南の虹のルーシーとか出てくる。ああ。赤毛のあんたかな。赤毛のあんた。あれは戦時中やろ。戦時中なのかな。じゃあ、もう世界名刹劇場大好きやって。面白かった。あのシリーズ。全部見るだろ。今あらへんのこれ。あの頃の流行りや。せやと昔から昔で言う西部劇の西部劇みたいな感じで、その時の流行りや。だから俺ら小学校3年とか4年ぐらい言うたら西部劇の全盛期や。そう。シェーンとか。シェーンなやってたな。クリストイーストウッド七人とかな。じゃあ、あの頃全盛期はクリス、あのイーストウッドか、うん、あ、この辺が全盛期だな。セブン全盛期はあんまりねえやろ。シェーンぐらいこれ一位とかもねえやろ。ボンバー時代でもねえやろ。ああ、そうか。なんかそんなばっかり見てた。シェーン、カンパーって言って感動してたもん。シェーンだけは見たわ。まあ、これなんかこう、あれやな、刷り込まれてるのかもしれないけど、アメリカは。多かったよ。見えばないの。刷り込みやな、日本人に対して。西部劇時代見てへんの。ほんと。おもろかったやけどな。アメリカの映画いっぱいやってたわ。荒野にかけようとか、橋潰すね。ドイツ軍と戦ってるんだ。で、その補給路をドイツ軍の補給路のその橋を壊す。戦場にかける橋ってことか。戦場にかける橋か。これ何ちゅうてた今。荒野のシーン。いや、じゃあ荒野の橋に言うてへんの。戦場にかける橋。爆発するんやろ、ダム。
ああ、そうダムじゃない爆弾で箸俺、普段だって勘違いしてるからダムもなんか壊すようなやつだ箸つぶす俺、ダム壊すやつ何すんの、どうぞダム壊して、下の基地を流すんだろまあ、そんなんいっぱいやってたわアメリカの俺あんまりそういうよりも SF 好きだったからスター・ウォーズとかスーパーマンとか